株式会社よろずは、神奈川県横浜市に本社を置く、自動車サスペンション部品の大手メーカー。主要取引先は、日産自動車、ゼネラルモーターズ、ホンダ技研工業、マツダ、スズキ、イスズ自動車、トヨタ自動車、ダイハツ工業、三菱自動車工業、フォルクスワーゲンなど。1940年4月、富士電気製造株式会社で、 作り屋として有能な技術者であった、首都六郎は、自身の技術とアイデアを実現できる場を求めわずか24歳に、して、横浜市鶴見区に、合資会社、首都製作所を設立。主要な生産品目は、海軍用、エンジン部品、陸軍用電炭など軍需品を生産していた。1942年5月、国家総動員法に基づく、企業整備令が交付され、 九州合併の危機に直面する。当時、従業員は40名近くになり、小規模とはいえ業績も順調に伸びていた中で、市党は九州合併されるならと、自ら九州合併先を物色、同じ鶴見区内にある一万製作所を買収する。こととし、手続き上、一万製作所の称号を取った。1943年6月、首都製作所は、 株式会社一万製作所として新発足するが、くしくも当時日本の選挙区は敗戦濃厚となっていく。1945年2月、一万製作所は軍の命令によって、新潟県南神原軍三つ家の織物工場跡に工場疎開を余儀なくされ、また市党に招集令状が届き、工場経営を維持することが不可能となったが、残った。 従業員で細々と生産活動を続けた。1945年8月、終戦を迎え、首都は見つけに戻り、三望らと再検索について、協議、平和産業として、自動車関連が最も有望と判断し、景品地区復帰を考え、情報収集を行ってゆく。1947年4月、首都は単身上京し、 京浜地区での工場用地取得に取り掛かり、横浜市鶴見区に借地ではあったが、地乗りを得て再建の足がかりとし、1947年12月、見つけに残っていた従業員に鶴見工場建設の指令を出し、復帰を夢見ていた従業員たちは有約状況し、工場建設に取り掛かった。横浜市港北区村長3丁目7番6十号。ありがとうございます。